皆さんどうもこんにちは。今回ですね、何ヶ月か前に尾形公安生誕の地に行ってみましたっていう動画投稿したと思うんですけど、なんかあの後から変わってるのかなと一応気になったので来てみました。尾形公安生誕の地入り口というところから入ります。でですね、張り切りチャンネル、料理メインに投稿してるんですけど、まぁ、ちょっと気にしててください。本当にすいません。で、近くになんかあるんですよね、車が通るところが。で、そこにのトンネルがあるんですけど、そのトンネルの名前が公安トンネルという名前になってるんですね。生誕の地が近いからでしょうね。生誕の地入ってきました。尾形公安生誕の地、なんか看板があります。公安生誕の地、わかりにくいですね。結構でかいです。尾形公安先生像、岡山県知事、長野指導所かな。読み間違えてたらすいません。なんかこんな感じで看板があります。で、なんか井戸があるんですけど入れないようになっています。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。